皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師館チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りになってください。最後までご視聴お願いいたします。グッドボタンやまたチャンネル登録この機会にお願いいたします。8月1日火曜日、本音で心を通わすという題でお話をしたいと思います。仕事で疲れたなと思うことありますよね。私も時々あります。でも人間関係の疲れはもっともっと答えるものです。例えば理解されない、理解してもらえない苦しみ、置いていかれてしまっているような孤独感、焦燥感、裏切られ拒絶される痛み、悲しみ、なかなかその心の痛みというのは人に分かってもらえないから余計に苦しいものです。そんな時どうしたらいいか。自分と友達になるかのように、自分で自分の心と向き合うということ、それも案外癒しになるんですよね。自分の感情とか自分の気持ちに耳を傾けてあげる。もう一人の自分とあなたが心を通わせる。まあ、そうするとですね、心通うとね、癒されていく。心の痛みや悲しみというものは経緯は違ってもね、みんな共通した痛みです。あなたの痛みや悲しみは、あなたのその感情、その気持ちは、あなた自身が深く知るということで心を理解できる。そうするとね、自分を理解できるとね、その分だけ人を理解できるようになるんですよね。相手の心のかゆいところに手が届くっていう人いますよね。やっぱりそれはね、自分の心を深く理解している人かもしれません。人間関係は疲れるものです。お互い心を通じ合わないことがある。でも自分と自分の心が通じなければ、もっともっと疲れてしまいます。辛くてもね、その辛い気持ちをあなたが理解して、そしてそれを励ますならば元気が湧いてきます。皆さん、心と心が通じるっていうこと、それはとても大切なことです。まず自分との心を今日通わしてみてください。そして人と心を通わしていく、通っていく。そして一番大切なことは神と通っていく。でもね、自分で自分を通ってないとね、自分で自分を責めてしまうとね、ああ人間関係うまくいかない、お前はダメなやつだで、こうやってね、自分で自分を罰して責めてしまうとどうなるかっていうとね、神様との心も通わなくなってしまうんですよね。ぜひイエス・キリストがあなたを許してくれたように、あなたもあなたを許してあげてください。そして心を通わせて、そして神と心を通いながら、人と心を通いながら、やっぱり疲れるっていうのはね、通わないからなんですよね。通うことによって私たちはより楽しく、より豊かな人生を生きていくことができます。イエス様を通して神とあなたの心、今日通っていますか？今日あなたにその秘訣、イエス様があなたと神を通わせ、あなたとあなたを通わせ、あなたと誰かを通わせる秘訣なのです。イエス様を通してね、最終的にはもうここしかありません。通いますから。ありがとう、素晴らしい恵みを、ありがとう、とこしえの命を、くださる。
最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょうね。その時までごきげんよう。さようなら。